なかったことにするというのが、やっぱり浅い心の人はそうなんだな。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、宮城静香さんの名言で、浅い心は人の苦悩を軽く扱うのです。だいたい浅い心ほど人の苦悩を分かったように言うのです、ということでですね、宮城静香さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。宮城静香さんは1931年京都市に生まれる。大谷大学文学部卒業、大谷専修学院講師、教学研究所所長、所員、新州教学研究所所長を歴任、新州大谷派本福寺前住職、九州大谷短期大学名誉教授、2008年11月21日逝去ということでですね、ちょっとね、読み仮名がね、漢字が難しくて、なんて読むのか、静かと読むんですね、この字で。すごい方ですよね、お坊さん。はい。まあ、お坊さん、でもいろんなお坊さんおられますけれども、私の中でね、やっぱりいろんなお坊さんのお話も聞かせてもらってですね、ああ、今日はいいお話だったな、とか、うん、あ、今日はなんかもう一つだったな、とかいうお話って結構あるんですよね。まあ大学で宗教学っていうのを取ろうか取ろうないか思ってたんです。当時私がね、ちょうど大学生になった頃はね、まあ某宗教団体のね問題があって、今もまたなんか某宗教団体とかってお話あるんですけどね、まあ宗教はね尽きないと思うんですよ、いろんなところで。私もね信じている宗教もありますし、いろんなところにね参拝にもさせていただいてますから、いろんなね、悩みがあるんです。で、本当に浅い心の考えの人っているんですよね。こう、パッと言ってですね。私がもう、それでまた落ち込んじゃうってことがあるんです。はい。まあ別に心理学を学べというお話ではないんですけれども、相談することもないんですけどね。いろんなことで。でも、浅い心で物を言う人って結構いるなって。思うんです。それはビジネスの世界でも、お金を私を出しててもね、そういったことをやる人って結構いるんですよ。すごくそれに腹が立つっていうのがあって、いろんな意味で残念だなっていう思いがありますね。人の苦悩をね、分かったような気持ちでやってるように見えてですね、結局もう、できてなかったと。私ももう、疎遠なしましたしね、そういった方に関しては。私がなんで悩んでるかっていうことを、もう常に言い続けてるのに、それをやり続ける。そのね、心をまた土足でこう、踏みにじってるようなことをやられたと。結局ね、その後また、関係ない話でメールとか来るんですけど、もう、まずはそこをまず徹底的に、私もやらなきゃいけないから、まずはそこをやってくださいと、思うんですけど、言ったんですけどね。まあ、なかったことにするというのが、やっぱり浅い心の人はそうなんだなと思います。自分の中でね、やっぱり、すごく悩んでることなんですね。深く悩んでることに関して、やっぱり、お金払ってるからとかそういう意味じゃなくてですね、市民になってやってもらわないとね、そこをまずクリアできないと、自分がもっとクリアできないんだというところに至るので、まあお金もらってるからね、サラリーマンの方ってそうなんですよ。それだけもらってたらいいやって思ってたら、そらもう放置しててもいいと思うんですけどね。まあそこはそうじゃないでしょっていうお話なんですけどね。まあ言いづらいことはたくさんあるんですけれども、はい、浅い心の人、まあ少しね、まあ考えてもうちょっと自分の行動にね、責任を持っていただきたいと思います。本日も一日よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で
配信していきます。よろしくお願いいたします。